どうも、玩具発掘事務所です。さあ、今回もセカンドストリートで購入してまいりました。こちらの2つの中古玩具ですね。まず1つ目がですね、こちらキラメイジャーの、あのロボあるじゃないですか。で、そのロボにつけるあれですね。名前だけ載せときますよ。まあ、2つ目っていうか、もう2つしかないんで、これで最後ですけど、1760円のナルデラックスパワードビルダーバックル&ギガントバックルセットです。素晴らしい、嬉しいですね。ようやく買えたって感じです。ちなみに値札の部分よく見るとシールが二重になってるんですよ。ってことは前の値段が貼ってあるはずなんで、前の値段ちょっとね見てみましょうか。お、うわ、2530円。前の値段が2530円だったみたいです。そこそこしますね。ではね、こちらの中古玩具開けて状態確認、動作確認していきたいと思います。まずはこちらのキラメイジャーの緑の車開けていきましょう。すげえ、俺すごいね、これ色好きなんですよね。とこのキラキラした感じもすっごい好きっすね。銀色のパーツの部分って結構ね錆びてきたりするんですけど、その錆びが全然ないんでめちゃくちゃいいっすね。キラメイストーンのモードにできるはずなんですけど、それは一体どうやってやるのかわかんないんですけど、わかんないな。あ、もしかしてこれがキラメイストーンのモードか。あ、来た。ここを横にこうしたら顔が出てきますね。こんな感じなんだ。すごいな。あれ、でもこんな顔だったっけ。あれ、違う違う、ここにもなんかカバーがあるわ。あ、そういうこと？すげえ。顔全然違う。そうだ、こうだ、こんな顔だ。ウルトラマンみたいな顔から、ちゃんとね、戦隊ロボみたいな顔に変わるんですよね。これすごいな。かっこいい、これ。では次はこちらのパワードビルダーバックル、開けていきましょう。これはね、普通に欲しかったですね。あとね、ちゃんと中身の確認、今回してきたので、中身の状態はですね、もちろん、本完品でございます。素晴らしい。ほら、こんな感じよ。めっちゃかっこいいですね。しかもここで僕驚いたのが、このパワードビルダーバックル、なんと電池も入ってるんですよ。これはね、個人的には嬉しいです。なんかね、まあ中には電池入りっぱなしで管理してる中古屋はなんかちょっとダメだっていう人もいますけど、まあ、僕個人的にはね、その電池が入ってて嬉しいというよりは、この絶縁シートがあって嬉しいんですよ。そう、電池入っててなおかつ絶縁シートがついてるとめっちゃ嬉しいですね。これは本当にだから完璧だなと思って買いましたね。おー、かっこいいね。まあその他パーツですね。ハンマー、ブラスター、ソードのミニレイズバックルみたいなやつが3つついてて、こんな感じ。ギガントホルダーですね、こんな感じ。うん、本当にもう軽いですね、これ。仮面ライダー、シーカーのコア ID。こんな感じ。すげー、久々になんか新しいライダーのコア ID ゲットしたな。では、ちょっとこちら、せっかくなんで、電池もね、入ってるんで、音声確認していきましょう。かっこいいなぁ、めちゃくちゃかっこいい。とこれを取り付けて、ちょっと写真の通りに取り付けます。はい、デザイアドライバーを使って編集音の確認もしていきましょう。ギーツが使ってた感じにしようか。最初はしくやりすぎて取れちゃいましたね。まあでもめちゃくちゃかっこいいですね。あと待機音がめっちゃかっこいいですね、専用なんで。じゃあ次は普通にシーカーに変身したいんで、コア ID をシーカーに変えます。このバックルを取り外すときは、ここのスイッチを押しながら
外すみたいです。ちゃんと動作しましたね。あとこのギューンっていう音がすっごい好きっすね。機械音的な感じがすごい好き。なんだろうな、警告音みたいなブーンブーンみたいな音すっごい好きなんですよ。だから時刻圏解除もめっちゃ欲しいんですよ。探してます、安い値段で。このちっちゃいバックルをここにセットすることもできるんですけど、ここのスイッチを押さないと起動できないんですよね。っていう音声が鳴るんですけど、これに関しては全部一緒です。3つとも全部同じ音が鳴ります。ここに普通の小型バックルもちょっとつけてみましょうか。ギガントブレイカー、まあ、今回ちょっとこれだけにしますけど、切れないんで、まあ、今回これだけにしますけど、めちゃくちゃかっこいいですね。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では次の動画まで、バイバイ。